はい、ジャパントップチームのひろやです。まあ、大晦日明けて3ヶ月アメリカで、本当に毎日、格闘技付けの日々を送ってきました。そして強くなったところを見せれるのと、このスーパーレジェンドとカードが組まれて本当に光栄です。ありがとうございます。では対戦相手、所秀夫選手お願いします。スーパーライジン3という大きな大会に出させていただき、榊原代表をはじめライジンのスタッフの皆さん、本当にありがとうございます。そして広谷選手は試合を受けていただいてありがとうございます。試合で出して結果を出さないと意味がないと思ってますんで、精一杯頑張ります。よろしくお願いします。今日、いらっしゃる選手の中で、所選手一番ベテランですし、先ほど斉藤選手がおっしゃったものスタジアムバージョンというのを、経験している、数少ないファイターかと思うんですけども、その大きな会場への思いとか、そういった部分っていうところもお伺いできますか。そうですね、若い時はやっぱりそのなんかそういうのが、大会が大きくて当たり前じゃないですけど、そんな風に思ってましたけど、今やっぱりそういう冬の時代を経て、今こうやってまた大きな大会になっていくところに自分がまた乗っからせていただいているのが本当にありがたいなって思ってます。でちょっとさっき言いそびれたんですけど、ちょっと今回、試合、やらせていただいて、負けたらちょっと引退します。すみません、さっき言いそびれたんで言いました。それはもう決定事項でもう、はい、決定、はい。ちょっとその急な発言なんですけど、それを受けて広谷選手は今の宣言を聞いていかが受け止められましたか。そうですね、でもやることが変わらないんで、はい、もうじゃあ自分が解釈するという気持ちで、はい、自分がこう所選手の、現役生活を終わらせるという気持ちで。そうですね、その思いもすべて受け止めて、もう胸を借りるつもりで思いっきりぶつかっていきます。負けたら引退発言あったんですけども、あの悲壮感を持って入ってきて、その発言を忘れるっていうのは、なんかこの場で何かあったんですか。有名人ばっかりで舞い上がりました。でもそういう覚悟を持ってるということで、この間の金原選手の試合も含めて、この試合で、集大成って言ってもじゃあいいんだと思うんですけど、どういうところを見せたいと思われてますか。そうですね、やっぱり頑張るって言っても、それは当たり前ですし、チャレンジするっていうのも、ここの場にいる方はみんな一緒ですし、やっぱり、結果を出して喜んでもらいたい人がいるんで、結果を出して、喜んでもらえたらなと思います。